皆さんこんにちは、レザーワークス一点です。今回はですね、こちら、オーダーメイドで制作した時計のベルトですね、はい、こちらがね完成してこれから納品になりますのでご紹介していきたいと思います。今回ご注文いただきました S 様、いつもたくさんのご注文いただき本当にありがとうございます。ございます。でですね、今回制作したアイテムはこちらになるんですけども、はい、落とさないでくださいね。もう見るからに高級な時計、こちらのねベルトを制作したんですけども、あ、ちなみに時計はブレゲ。ブレゲ聞いたことありますか？ないです。とてもね高級な時計ですよ。高級そうです。うん、お預かりしてるのもねちょっとね、うん、ちょっと躊躇してしまうほどの高級な時計でですね、で元々ねブレスのベルトだったんですけども、今回は革ベルトプラスバックルをね、この D バックルっていう、まあ、通常の革ベルトってね、微錠って言って穴がいくつも開いていて通して長さを調整するっていうものなんですけども、はい、これはねこうワンタッチでパカッと開くような感じ、はい、だけどベルトタイプになっていて、通常の微錠っぽく見えるんだけど実際にはワンタッチで開くという、まあ、やりやすいねベルトになりますね、うん、はい、ではね早速ちょっと現物をお見せしていきたいんですけども、怖い怖いね怖い、はい、一回外そうかな。まずね今回使用したのがですね、ちょっと集中します。はい、はい、クロコダイルなんですけども、はい、色を分かるかな、少しね青みのある、うんうん、かなりね暗めのグレーなんですよね。これなんていう色なの、黒じゃない、チャコールね、なんていうんだろうね、少し青みのある濃いグレーです。うんうん、うん、でねお客様のリクエストで結構ね立体的にねあんこを入れています、うん、横から見ると分かるかなと思うんですけども、うん、重厚感があります。ありますよね。で、はい、背面側はですねこんな感じで、うん、ブラックの牛革なんですけども、うん、こうさりげなくね迷彩柄のエンボスレザーになっているんですね、うん、分かりますか、ね、色は一色なんですけども光のこの反射で迷彩柄が浮き出てくるという特殊なね素材、それもお客様がそうですのご希望で、うん、はい、でね今回、まあ、まだねここにね D バックルつけてないんですけども、ここにねバックルつけるんですけども、これと一緒にですねこんな感じの背当てもね一緒にご注文いただきました。はい、はい、これも同じように裏側は迷彩になっています。はい、これがねこの裏につくんですけども、ちょっと一回つけてみましょうか。はい、今こんな感じで背当てをつけてみました、はい、すごい迫力じゃないですか、うん、ね、これね何ていうんですかね、この背当てがついていないとこの時計の裏側の金属の部分が直接肌に接するじゃないですか、うん、で夏場で結構汗をかいてしまう時とか、まあ、そこの金属に、まあ、汗の塩分だったりとかがね、ついてしまったりとか、そういうのをね防ぐためにこの背当てをつけるらしいんですけども、うん、こんな感じですね。で、はい、こんな感じになってきます。すごいですね、また背当てがあるとね迫力が、うん、印象が結構変わりますよね、うん、背当てがないとこうフォーマルなね、装いに合わせるとねぴったりだし、またねこの背当てがあると少しこうボリューム感も増してね、雰囲気が変わりますよね、うん、でこのリューズっていうんですかね、この飛び出ている部分、ここをねギリギリぐらいに設定していますので、うん、つけているとねこう手首を曲げるとここに当たってしまったりとかするんですよ、ビューズが左手につけるとね、うんうん、まあ、そういうのを防ぐためにもこうギリギリぐらいに、あんまりね大きくしすぎるとね邪魔になってしまうので、それぐらいに設定しているんですけども、これは簡単にね取り外しをすることができます。あ、このね背当てね、うんうんうん、簡単に取り外しすることができます。それからねもう一つ、もともとねこのベルトがついているピン、うんうん、これねこのなんていうんですかね、このパーツの
名称は分からないですけども、この幅ぴったりにベルトをね、もちろん設定していて、ピンがね、全く見えない状態になっている、うん、で、これピンを外すには専用の道具を使わなければいけないのと、うん、まあ、それね、うまく外すためにはね、結構慣れていないと、この金属本体の部分にね、傷がついてしまったりするんですよね、うん、で、結構ね、変えるのが大変なので、今回このベルトを作らせていただくときに、ピンをこのブレゲの純正のピンではなくて、ここにね、指で簡単に外せる、わかります？突起が出ているの、はいはい、うん、このね、ピンに変えてもらったんですよね。これにすることによって、いきますよ、ここね、指でグッて押さえると、はい、こんな感じでね、道具使わずに簡単に外すことができるんですよ。こっちも同じになっています。なので、気軽にね、この革ベルトとこのメタルのね、ブレスを気軽に交換することができるので、その時の格好に合わせて、交換することができますよね。これもね、せっかく変えるのであれば、まあ、こういうね、ピンに変えるっていうのも一つの選択肢かなと思います。それからね、この時計のベルトってさ、すごく短いしシンプルで、こう簡単そうに見えないですか？うん、簡単そうには見えない。見えない。これね、こんな感じで手首に巻くのでね、ベルトを平らに作ってしまうと、曲げた時にね、シワが内外寸差でシワができてしまったりとか、逆に伸ばした時にこっち側にね、シワができてしまったりとかね、結構ね、劣化につながるんですよね。普通のベルトと同じような考えですか？そうそうそう、なのでこれ中にね、アンコも入れてるので三重構造になっているんですけども、うん、それぞれ全部のパーツ貼り合わせていくときに、湾曲をさせながら、これきつすぎてもダメだし、うんうん、ある程度自然な湾曲になるぐらいで、まあ、ここ閉じたときにね、こんな感じで負荷がかからず綺麗な丸になるように作らなければいけないので、うん、結構ね、そこら辺の貼り合わせだったりとかがね、シビアなんですよね。小さいだけにね、うん、とてもね、うん、そこら辺がポイントになってくるところですね。難しそうですね。かなりね、気を使いますね。それからもちろん、ここのね、ピンを通しているところら辺、うん、この中には、ここ裏側にね、分厚くしてしまうと段差ができてしまうので、うん、まあゼロ隙をかけるんですけども、ここのピンを通っていくところっていうのは、この例えば今回でいうクロコダイルだけでやるとね、強度的に落ちてしまうので、うんうんうん、この中にはしっかりと芯材を、伸び止めの芯を入れて、ちぎれてしまったりとかね、しないように作らなければいけないので、その辺のね、芯材使いっていうのもポイントになってくる。こっちももちろんそうですよ、同じくね、うんうん、でね、今この D バックル本当はね、つけてご紹介したいんですけども、 D バックルのピンはこれ専用のピンなんで、刺してしまうと取り外しができないんですよね。専用の道具を使わないと、うんうん、っていうのと、あとこちら側はですね、こっち側ね、この穴を開けないと閉めることができないんですけども、うん、実際にこの穴は納品の時にお客様に通してもらって、うんうん、穴の位置を決めて、はい、閉めるような感じになるので、今ねこの時点でちょっとこの D バックルつけることができないんですけども、一応ね、打ち合わせの段階で、はい、こんな感じで、うん、同じ厚さとかで試作をしたものを時計に取り付けて巻いてもらって、長さ調整とこの穴の位置っていうのは確認している、うん、ただこれよりも硬さが違ったりとか、うん、肉厚感が若干違うので、同じ位置で開けてしまうと長さがね、合わないといけないので、まあ、これを踏まえた上で長さを決めているので、それで最終的に穴開けをして納品という形になります。はい、はい、ということでね、まあ、今回はご注文いただいたこの時計はね、もちろんなんですけども、ベルトもそれに見合うような素敵なね、ベルトが仕上がったんじゃないかなと思います。はい、はい、いつもご注文いただき本当にありがとうございます。ございます。あ、すいません、これ最後に一つだけ、はい、これね、時計のベルトを作るときに時計ね、お預かりしないとできないんですよ、うんうん、なので、まあ、これと同じって、例えばね、うんうんうん、同じ時計を持ってる方が同じようにってなっても、作ってからね、
長さが合わないとか、うんうん、実際にはめてみた時の感覚ってね異なると思うので、これはね時計をお預かりしなければもの、あの作ることできないので、その点だけねちょっとね、ね万が一のことがあってはいけないので、はい、時計にね、その点がねちょっとあのネックかもしれないですけども、もしね気になる方いらっしゃいましたら一度ご相談いただければと思います。それでは今回も動画をご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録、それからいいなって思ったら高評価の方もよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。